はいどうも、ルーでございます。走行娘やっていきたいと思います。いやー、さっきはやられましたね。もう非公開にはしちゃいましたけど、生放送で情報を得ようと思ってね、せっかく始めようと思ったら3分で緊急メンテナンスが入ってねビビりました。で、正直まあ触って1時間2時間ぐらいなんですけど、まあ正直面白いですね。想像を超えてました。何がいいかっていうと、まず見てもらった方が早いかなって思うんですけど、メインクエストまだ全然やれてないんですが、まあクリアしたところ見てもらおうかな。通常の戦闘だと装甲娘たちのレベルは上がらないです、ほぼ。なのでデイリークエスト的なもので、経験値素材手に入れたりとか、あとは多分イベントで経験値素材購入したりとか、まあそういう形になっていくんだろうなっていうふうには思ってます。まあ、他にも強化する要素はあるんですけど、これ2倍速でオートで、キャラは1人1個スキル持ってて、今ライトニングランス打ちました。そしたら、50秒ぐらいのリキャストがあります。で、今すごい強かったじゃないですか。だけど30秒のリキャストなんですよ。これが使いやすさだったり、基本的な強さ。ただまあこういう強さを持ってると非常に打たれ弱かったりしますね。まあそれが光栄の差がなのかもしれないけど、なんかね、そういうのが非常に面白いです。でキャラが結構多いので、ちょっとさ、1レアリティ1からマックスまでみんななれるっていうことなので、レベル、レアリティ、信頼度、コアパーツ、などいろいろ育成要素ありますので、まあ、そこら辺をちょっと少しずつね深掘りできるように、今持ってるキャラの、まあ、能力とかもね、ちょっとエクセルに書き起こして、眺めたりするのも楽しいかなって思ってます。でこのマスターコマンドっていうのが今回のピックアップの当たりの一人で、さっきも見ていただいた通り、スキルがクソ強いんですよね。ただその代わり防御力がこんな感じ。他ので比べると、僕が使ってるキャラの中で言えば、まあ、インセクター、まあ、レベルが違うんだよな。インセクターレベル13で、星2のレベル13でこんな感じ。であとは G エンペラーとアキレウス、あとこの仮入隊のこの子はいるか。この子は前衛なんだけど、レベル1だけどやっぱり100ぐらいの差があるんですよね。攻撃力は大きくマスターコマンド強いんですけど、やっぱり弱点がね、まあ、大きいっていう、まあ、そういうのもあるんで、コアパーツこれですね、これを装備させてあげてやっていかなきゃいけないんですけど、これ3の3クリアするまで解放されないんですよね。だとにかく進めていくことが重要で、それまではこういった形でギフトをあげて、ちょっと足んないかな、当たりるか、ストーリー来ないかな。でこれでギフトで上げて、キャラクターシナリオが追加されます。ちょっと待ってね、あるかな、リビンバード、あ、マスターコマンドありましたね。マスターコマンド
ちょっとまあシナリオはねみんな見てほしいので飛ばしちゃいます。でこれ、ね、見てください。コアストーンもらえるのもそうなんだけど能力が上がるんですよね。でも見ての通り、防御力はそんなに上がらないと。うん、こういう形で育成の方法が、あ、そっか1やってねえからか。2だとどのぐらい上がるんだろう。ちょっと違ったりしそうですよね。同じか。あ、3もある。こういう感じで強化できるんで、まあ非常に、面白いです。キャラの個性とかあったりするんでね。あ、上がり幅上がってきましたね。一ポイント2倍になったね。で、信頼度7で解放されますと。こんな感じですね。みんなとは仲良くしてるよ。ちょっと待って。ちょっと俺の言うことはあんまり聞いてくんないな。よしよしよし。で、今やってるイベント、この AX をレベル30達成で入手せよと。でレベル30、基本はあのレベル10までしか上がらないんですけど、よいしょ。ちょっと。で、このリミット解放っていうのをやると、レベルが10解放されます。で、さらに、リミット解放の素材があれば解放されると。で、おそらくこの素材は、交換しないといけないんだと思います。交換所があるんで。他のキャラは、プレイ中にドロップするものがあったりします。これ、やばいっすよ、これ。いきなりベリーハードとかスペシャルとかあったりするんで。で、これで、これが、交換用のパーツですね。で、多分、ハード、ノーマルで内容が変わってくるんですね。こうやって。うん。で、ベリーハードになると、いろいろ混ざって手に入るようになると。で、経験値も高いということですね。で、交換がこれ。で、さっき出てたやつ、AX ゴーグル、これとかね。うん。だから、これで交換しないと、AX00 は、仲間にすることはできないよ、と。で、これが2週間ぐらいのイベントになってるのかな。あ、9日ですね、9日。うん。ちょっとこれをね、まあ一生懸命頑張っていきましょう。効率いいやり方とか見つけたら、ちょっと、まあ、それもお話できたらな。ウィン。消えた。あ、なるほどね。そういうことね。まあ俺それだったらもう本当、ジエンペラーですよ。よっ。まあいいや。まあこんな感じで進んでいくのと、あとデイリーミッションしっかりこなしていきましょう。ご褒美があるとやる気出るよな。いろいろと挑戦してみたらどうだ。コアストーンが1日合計20個もらえます。これ30回クリアっていう風になってるんですけど、15回クリア30回クリアってなってるんで、朝5時更新で2回交換できるんで、まあここだけはなんとかやっときたいですね。よいしょ。隊長といられることが私の幸せです。ガチャも結構重要なのかなと思うんですけど、まずはちょっとキャラをしっかり見てから、まあ、やっていきたいなと思ってます。なのでちょっとキャラ勉強して、勉強した結果おすすめのキャラを動画にできたらなと思っておりますので、そちらの方もお期待ください。はい。
であと、パソコン版はデータ一括ダウンロードはないんですけど、アプリ、データアカウント連携でアプリに、スマホアプリに入れる方もいると思うんですけど、その時は一括ダウンロードとかもあるんで、それでロード時間短縮して遊んでみてください。隊長のことを誰よりも尊敬しています。はい、まだまだ、駆け出し、隊長ですが、これからどんどん楽しんでいきますので、皆さんもぜひ、この基本を押さえてね、プレイしていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、PVP とかもありそうなんで、なんかギルドとかもね、追加されそうな予感がしているので、みんなで情報交換をしながらやっていきましょう。お疲れ様でした。バイバイ。